第2章、律を破る者。宙に浮く銀髪の少女は髪をかき上げ、挑戦的に微笑んだ。すらりとした体のライン、パールホワイトの肌に映える赤い唇、驚くほど美しい顔立ちの少女だが、何よりも印象的なのは強い光を放つ切れ上がった紫の瞳だった。私は律を破る者、カナイルだ。異世界からの客人、カインカナリー。あなたの力を私に貸してほしいの。凛と響く声が聖堂内に響き渡った。いきなり現れて力を貸せって言われてもな、信頼できるわけないだろ。用心深く下がりながら彼女に返す。それもそうね、あなたはこの時代にやってきたばかりですものね。国威の少女は唇の端を上げて笑った。だけどあなたはすぐに選択を迫られる。そこの女も言ったかもしれないけれど、10日後の杉越の祭りまでに王都に行かなければ、あなたは。そこまでにして律を破るものよ。あなたはふさわしくない場所にいるわ。ルーリーが俺の前に立ちはだかる。カインに手出しはさせない。彼女の指先に小さな光が灯った。空間と鏡面の魔術師たるこの私と力比べをするつもり？身の程知らずにも程があるわよ。少女は嘲笑い、薄紅の下で唇を舐める。濡れた唇が血のように赤い。私はカインを彼の時代に返すという義務を果たすだけ。ルーリーは肩をすくめ、平坦な口調で返す。悲しい子ね。少女の声に笑いの響きが混じる。ルーリーはもはや言葉を返さず、ゆっくりと目を閉じ、唇を動かし始めた。白い指先が舞い、行動を描いていく。低いつぶやきは俺には聞き取れないが、リズムと単語が積み重なるたび、あたりの空気がざわめいていくのはわかる。国威の少女はゆらゆらと宙に浮かんだまま、ルーリーの所作を興味深げに眺めている。唐突にルーリーは目を開き、短い言葉を発した。同時に白い手が振り下ろされる。俺は息を呑んだ。ステンドグラス越しの日光が一点に集められていく。白熱する光の槍が形作られ、ルーリーの横顔を照らし出す。焼き尽くせ。ルーリーの一言とともに光の槍が放たれる。閃光とともに辺りが白く染まった。無駄よ。笑いを含んだ声が俺たちの方に降ってきた。メールのような障壁をまとった少女はいささかも変わらぬ様子で立っていた。私は空間を操ることができるのよ。あなたが放った力は異なる次元と重なる場所、無意識の川に流したわ。顔色をなくすルーリーに向けて、国威の少女は口の端を吊り上げる。今度はこちらから行くわ。
裾を回せ。彼女は手のひらをルーリーに向けた。律を壊す者の力を見せてあげる。凄まじい音が響いた。鮮やかな光の洪水がルーリーの頭上に降り注ぐ。少女は窓の向こうで爆発を起こし、はめられていたステンドグラスを粉々に砕いたのだ。だが間一髪、ルーリーは貝殻のような光を作り、落下する細かいガラス片から身を守っていた。信じられない戦い方に、俺は剣の柄に手を当てたまま口を開いて見入る。そんな俺にカナイルダは手を伸ばした。カイン、私と一緒に生きて。あなたと私は大きな力を生み出せるわ。この世の律、飛信の力すら壊せるほどの。俺は無言で彼女を睨んだ。スミレ色の瞳が俺の姿勢を受け止める。彼女の言うことを聞いちゃダメ。嘘よ、そんなの。痛みに顔をしかめつつ、言葉をつなぐルーリーに、カナイルダは薄く微笑んだ。律を破る者は、嘘は言わない。選ぶのは彼、カインだわ。絡みつくようなカナイルダの眼差しと、すがるような、祈るようなルーリーの瞳。二つの視線が俺に向けられる。しばし考えた後、俺はカナイルダに告げる。ありがたいお誘いだけど、やめとくよ。俺は力を求めてこの時代に来たんじゃない。あえて求めるものがあるとするなら、人の断りを超えた存在。飛信が増す世界のありようを知ることだけだ。カナイルダは唇を片方だけ上げる。力がなくてはその希望も叶えられないわ。かもしれないな。でも俺は破壊だの権力だのってのにはゴリゴリなんだ。カナイルダはじれた様子でなおも言葉を重ねようとする。その時、街道の向こう側から複数の足音が聞こえた。カナイルダは振り向き下を鳴らす。引き時かしら。覚えておいてカイン、私だけがあなたと心を分かち合える。この世界で私と同じ断りを持つのはあなただけなのだから。また会いましょう。身をかがめた彼女は俺の耳元でささやいた。襟から覗く白磁の肌から蘭の匂いが立ち上る。かすかな違和感を感じ、俺は顔を上げるが、すでに彼女の姿はかき消えた後だった。木のきしむ音がして扉が開けられる。無彩色の制服をまとった女性が数人バラバラと走り込んできた。ルーリー、飛信のシンボルが描かれたケープの老女が彼女の名を呼ぶ。ルーリーはうなだれ、覚悟を決めた顔で前に進んだ。乾いた音の後、ルーリーが頬を押さえて床に倒れた。なぜあの女を取り逃がしたのです？そんなことでは西王様の望む強さは得られませんよ。イーンとした声が聖堂に響く。
院長のおっしゃる通りです。か細い声が残響に重なった。まったく強くなくては任務もままならぬというね。ねっとりとした口調に思わず口が出てしまう。そこまで言うことないだろうが、あんたらだってあの女の来所に間に合わなかったくせに。招かれざる客人よ、あなたは黙っていてもらおうか。院長の次に偉そうなシスターが顎を突き出していった。ものすごい敵意のこもった視線だ。黙るべき時か否かは俺が判断することだぜ。密を破る者とルーリー、どちらを選ぶか決めるのと同じにな。俺の言葉にシスターたちはざわめいた。あのようなものとルーリーを同行させるのですか？先ほど顎を突き出したシスターが院長に食ってかかる。茶番に構わず立ち上がろうとしているルーリーに近寄り手を差し伸べると、ありがとう。彼女はシスターたちに聞こえないくらいの小さな声でつぶやいた。俺が来ることは結構ひどく知られてたのか。シスターたちが揉めてる様子なのをいいことに顔を寄せて尋ねる。客人のお隣があること自体は。だけどあんたはここで俺を待ってたろ。私の血は生命と時を操るもの。生まれた時からあなたとの絆を結ばれていた。だから私はここであなたを待つことができたの。自分はあなたを待つために存在するって言ってたのはそれか。俺は唇を曲げる。本人は納得してるのかもしれないけど、不自由な世界だよな。俺の表情をどう取ったのか、ルーリーがなおも言葉を重ねようとした時、横から舌足らずの声がした。ねえルーリー、このお兄ちゃんがルーリーの待ってた客人なの？端っこそうな光を放つ黒い瞳が俺とルーリーを見上げていた。ルーリーと同じ制服を着た10歳くらいの可愛い女の子だ。だが少女の表情に俺は顔から血が引くのが分かった。似ている。俺が3日前に誤って死なせた少女と別人だ。しっかりしろ。こわばる表情を取り繕うべく努力していると、少女は歯切れの良い口調で話し始めた。私は綾瀬。飛信の力を御する人々、柱の民の綾瀬。何も言えずにいる俺のもとには歩み寄り、彼女はニコリと笑った。時の黒猫の気配が揺れたから来てみたけど、未来の人も私たちとあんまり変わんないんだね。綾瀬、自室に戻りなさい。ルーリーの言葉をどこ吹く風と、綾瀬は白い歯を見せて笑った。嫌だ、私は決めたんだ。ルーリーとお兄ちゃんと一緒に壁玉の都に行くんだって。壁玉の都？聞き慣れぬ言葉に問い返そうとした時、客人よ、院長の声が響いた。
ようやく話がまとまったか。俺は院長に向き直り、薄色の目を見つめる。挑発的な表情と取られるだろうが、構うことはない。あなたは信仰をなくした時代からの客人。我らの世界、飛信と魔法を律する場所とは相いれぬ存在。あからさまに肉肉しげな視線を投げられる。飛信は信じられることによって力を得る存在。神をなくしたあなたの思考はこの世界にとって危険なものなのです。だったらどうして俺を殺さない？激しい言葉にたじろぎながら、俺は大きな疑問を投げた。時空の渡り人が本来の時代以外で生を終えるということは、大いなる律に反すること。時が乱れ、この世界に災いが訪れるのです。なるほどな。科学と飛信という断りの差はあれど、エネルギー保存の法則、負には正で埋め合わせる必要があるのは、ここも俺の時代も一緒だってことか。ルーリーの返す役目って言葉、要するにあんたらは俺に早く出ていけって言いたいんだな。その通りです。院長以下シスターたちが揃ってうなずく。理解できなくはない。世界の律とやらに従わない不定な人間の上、死んだら災害を引き起こす疫病神なんて、この上なく面倒な存在だ。この時代の人間の生活を踏みにじることは俺にとっても本意ではない。だが素直にうなずくには、シスターたちは勘に触りすぎる存在だった。それに自分は乾いているのだ。全てがクソみたいだった俺の世界で、どうして人は飛信を、奇跡を求めずにいられなかったのか。罪のない少女が俺の手によって命を狩られる理不尽を、どうして飛信は許しているのか。俺の世界では答えの出ない問いを、魔法の息づくこの世界なら返してくれるのではないか。メリットのない話をふっかけられてもな、どこに協力する義理がある？ざわめくシスターたちを制し、院長は俺を見た。客人よ、あなたの望みは知っています。この世界の最高司祭である西洋陛下との謁見を約しましょう。西洋？問い返す俺に院長がうなずく。この世界の魔法をすべ、飛信と人との結びつきをすべて知ること、かの方ならばあなたの疑問に答えられるはずです。俺は奥歯を噛みしめた。彼女が持ちかけてきた取引は、自分が仕掛けようとしたものと同じだ。だがそれが気に食わない。あんたらの罠じゃないとは言い切れないよな。ボートへは私が責任持って送り届けるわ。だからルリーがそこまで行った時、綾瀬が院長の前へ進み出た。院長先生、私も行きたい。壁玉の都にいる父様に会いたいんです。気持ちはわかりますわ。綾瀬、あなたは修行中の身でしょ。苦笑をはらんだいなすような言葉に
綾瀬の表情が険しくなる。だって約束と違うもの。面会も手紙もないし、柱の民の召喚の術を学ぶのも禁止されるし。頬を紅潮させ、綾瀬は訴える。不穏な話だ。俺は綾瀬に視線を向けた。院長は隣に立つシスターと何事かやり取りした後、ため息とともに口を開いた。わかりました。あなたに壁玉の都行きを許しましょう。ありがとうございます。綾瀬は無邪気な笑顔を浮かべた。院長は再び俺に向き直る。我々があなたを図っているという疑いは、この二人が同行するということで解消されると思いますわ。その言葉に俺は難しい顔を作った。もう心は決まっていたのだが。分かったよ。互いのため、俺たちは壁玉の都を目指す。いいでしょう。ここに誓いはなされました。院長は厳かに宣告した。ルーリー、あなたは常に強く行動なさい。はい、元よりそのつもりです。ルーリーがうなずくのを院長満足げに見る。鏡の良犬には気をつけるのですよ。院長は最後の言葉を残し背を向けた。俺はひとまず安堵のため息をついた。道案内よろしくな。だが返事は返ってこなかった。ルーリー、遠慮がちに伺うと、彼女は痛みを耐えるような表情をしていた。なぜ綾瀬を、どうして院長は許したの。ルーリーはつぶやき唇を噛む。赤い唇がスーッと白くなっていく。俺はポケットに手を突っ込み顔を上げた。枠だけになったステンドグラスが聖堂の床に自身の輪郭を映している。ゆらゆら揺れるその影はどこかいびつなものだった。俺は自分の手に負えないことがすでに始まっているのをおぼろげながら理解した。